木桜辛口一献。2リッター900円という安いお酒ですが、これをいかにして美味しく飲むかね。マス酒にしちゃいます。はい、こんな感じでね。もう一個、こっちも、このぐらいして、でこれでそーっと冷蔵庫に入れてちょっと冷やしておきますね。しばらく置くと香りがついて良くなるんですよね。木桜辛口一献、冷えました。冷蔵庫に入れときましたから。そして香りもついたようです。これはうまい。ああ、安い紙パック酒が美酒に変身しますね。これがマスのマジック。まるで樽酒を飲んでいるようです。